綴り合わせた感動の物語である。ついにツイッターフォロワー1万人を突破し、認証マークかっこ金の力もついた大福。そのきっかけは昨年末から投稿し始めたスマブラの珍プレイ好プレイ動画です。今回はそれらの動画を綴り合わせました。密度やばすぎの動画になっているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編の方どうぞ。さあ、今回ツイッターで3桁4桁いいねを獲得した神プレイを大放出しております。サムネにもある実践でもできる眠るの後スキルを消す方法はなんと2種類も紹介しております。動画の構成としては中盤と最後に紹介するというお得な2期生リコリコもびっくり。まあ、正直中盤の方は半分ギャグなんですよ。半分ギャグなんですけど、もう一つは4桁いいねを獲得したガチ中のガチになります。まあ、なので個人的にはね、絶対見た方がお得だと思っています。もちろん状況ちょっと限られたりするんですけど、普通に実際で狙っていいと思ってます。なので最後まで見て、騙されたと思って騙されてください。途中のやつもめっちゃ面白いんで、ぜひご覧ください。まずは神面白プレイ10連発からどうぞ。あー、ダメ！あ、でも。そっちか。あー！グリフィンドールに9点与えよう。どっちこっちよーし、おやすみー。狙い通りです。ゴールドを眠れ。おやすみなさい。完全に、バナジュ打ちだ。切断はやめよう。 Z 切断はやめよう。オラに戦闘力を分けてくれ。顔に当たってんぞ、顔に当たってんぞ。俺容赦しないからね。何この変な表示。俺容赦しないからね。俺マジでこういうのやるとなったら徹底的にやるよ。これ集中しないとやばいぞ。おい、これ集中だぞ。いつ何してくるか分からん。相手の一挙一投足を相手にやるとなったら徹底的にやるからね。おやすみー。これが狙いだ。おやすみなさい。こいつ崖がうるせえからな。来い、おやすみー。バナジン忘れたわ。バナジン忘れたけど、切断すんじゃねえよ。ビップアラート2勝だぞ。切断すんじゃねえ。切断すんじゃねえよ、マジで。バナージ打てません。うますぎ。こうやって即死コンボをビップでしてるのが楽しいよ。うま。今のやばくない。7連勝ありがとう。今のやばくなかった。やだ、やりたくない。おやすみー。最強156。おやすみー。ゴールドで眠れ。じっじっぷりじっじっじっ何してんかや。じっぷりじっぷりじっじっぷりじっ、おやすみー。こういうこと。こ、これがトリプルカウンターのジョッツ。白ゲー、おやすみー。死を待つのみだったな。まあ、でもともと潰れてたからね、今俺は。これ無理でしょ。しずっと来るね、この人。バーン。かわいい。かわいすぎて。ガードブレイクにはガードブレイク。目には目を、ガーブレにはガーブレを。おやすみなさい。面白プレイ10連発でした。ではここで、中盤の方の眠るの厚気がなくなる VIP マッチになります。まあ、正直ね、こっちはちょっとネタ成分入ってるんで、ニヤニヤしながら見てたけど、幸いですね、うまいんで、ぜひご覧ください。どうぞ。しゃあ、ちゃんと実況しよう、これ。なんか動画ができそうじゃないか。
お、これは動画ができそうじゃないか。ありがとうございます。名言だけど実況していく、素晴らしい。で一撃ですね、これ。あ、電気は水に弱いんじゃないのかよ。おい、実況すんぞ俺。おい、これちゃんと実況すんぞ。小太郎、コタ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 、おやすみー。おい、強すぎだろそれ。おい、復帰強者強すぎだろ。コタ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 、お前そんなことしていいと思ってる。香ばしいの。深夜1時だけど大声で実況していくわ。大声系実況者の大工と申します。同格する気満々と。わー、親父から電気受けてるから慣れてますから私こういうの。香ばしいの。何戦かやろ。小太郎、何戦かやろ。小太郎、コタコタコタ、やめろ、クした。小太郎、いい子、いいネズミだから。ここにも台あるんだ。どう、何したいの。なんかある。小太郎、前投げバーストできるんじゃないか。できないか。前投げバーストできるんじゃないか。ここできないか。バッ、コタ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 、ここ、ここダメか。こういう帰り方で、おやすみー。コタ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 ロー。あ、びっくりした。諦めたかと思った。勝負諦めたかと思った。待てコタロー、よし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 、よく持ち直した。よくやった。よく勝負を持ち直した。いた、おかしい。今の挙動はおかしい。ちょっと修正しといて、下がりさん。ゴーンプレゼント。流暢っておかしいだろ、それ。強すぎだろ。小太郎、諦めんなよ、勝負。小太郎、まだやれる。お前ならやれる。小太郎、頑張れ。小太郎、動きが鈍ってきてるぞ。小太郎、諦めるな。よしよし。持ち直した。自殺を止めてるからね、俺今。あと2分。こいつ、お前、時間、おい、時間いっぱいやる気な。おい、あ、時間いっぱいやっても俺の勝ちか。小太郎、ちょっと分かんないな、これ。なんか、無気力系男子なんかな、今流行りの。今流行ってんの知らない。小太郎、苦情が来るから、ちょっといい感じに終わらせてくれ、早く。あ、でも、おやすみ。どうやんのかいこれ。ちょっと誰か、これどうやって決めんのが一番いい。復帰阻止か。これ、ノーリスクじゃないか、ここ。おい、見つけました。おやすみー。ノーリスク。この後帰れるからの俺。おやすみなさい。ノーリスクです。全くもって有益じゃないですね。はい、水があるステージだけっていうね。水に大福使ったらふやけちゃう。ということで、ふやけた大福のね、お口直しっていう風なあれなんですけども、今回もう一個有益情報の方どうぞ。これもツイッターで4桁いいね獲得している、結構ちゃんと有益な情報なので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。ツイッターでバズった空のブリザガウェビーへの回答がやばすぎた。スマブラ最後のダウンロードキャラとしてキャラ発表時には社会現象にもなった空。実際に使用可能になったら、なんかちょっと地味という評価になりましたが、1年が経ち様々な開拓がされ、化け物キャラになり始めました。例えばよく見る光景として、重量級キャラへの懲役100年即死コンボや、牽制と思いきやなんかバーストしちゃうサンタが、空への当たったら即終了上様、お前そこから帰れちゃうんかい復帰阻止など、元空の王者プリンちゃんも大パンしたくなるほどの性能となっております。そしてその中でも特に腹が立つのが、この絶対ジャンプでかわしたはずがなぜか当たっちゃってるブリザが、凍らされたら読み合うエビで即オダブツヤで解散、限定じゃんけん。今回そんなブリザカウェビー即死への回答を用意したので、ぜひご覧ください。リプレイですが、VIP の魔境卒業付近でやったものなので、実践でも使えると思います。それではどうぞ。なんとか冷凍出荷を免れたプリンちゃん、寝る子は生きる。おやすみなさい。はい、ブリザがウェビーでした。ちなみにウェビーやってくる人には高確率で決まります。結構これ僕のビッパンチの経験。ただまあもちろん空運やってくる人の方が多いんで、なかなか状況かけられますけども。まあとりあえずはね、ウェビー来たらやってみる人かなと。ただ運も絡むんで自己責任でお願いします。さあ最後、無責任な放り投げしたところで、それでは後半の方のね、神面白プレイ10連発の方をどうぞ。この後で、そのさっき言ったその眠るな隙を消す方法のちゃんとしたやつになるんで、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。頑張るわ。あげるわけないっつってんだろマジで。お前ら甘いすぎなんだ、 YouTuber でーす。甘いすぎなんだよお前ら、本当世の中ゆとりだな、本当。そうやって願ってもダメ、自分で切り開け、自分でお前の望みを言え。言ってるわ、最高回言ってる時代最強だな。実況もしてるからね俺今日。全然、むしろ椅子とください、むしろ。むしろ椅子とよこせ。よし。集中。眠るのよりかね、ガーケンは基本、まあ、状況によりきり、空車にする場合もあれば、空上にする場合もある。
え何なんだよそれ。よし、いやー集中。よっ、いや、いいずらし。危だおい、プリン。恐ろしさ知ってる。おやすみなさいありがとう。パチンコいい薬です。おやすみなさいやだよやだよ、もうやだよやだ、この縛りやだやだこんな、一パチ。さっきと同じとか同じです。ミサミスミキミキさん、結婚してください。カプテよし、二パチ。よし、パチン。おやすみなさい。パチンコ楽しい。よーし、もう少しお題になってから断ってんじゃねえよ。もう一回やんねえよ。絶対ビビられるところです。何があろうと。よこれ。だねー。これは？これきつくない？立て立て、オッケーサドンデスで2発耐える裸男、おやすみなさい。おやすみー、ゼロバー特使3立てゴチになります。完璧、同説600に合ってます。よし、吹っ飛べ。ちっちゃすぎるこいつ。かわしやがった、かわしやがった、マジで。おやすみー。これ眠ってたら、見て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 、これ眠ってたら当たらないんですわ。わかる、今の眠ったら当たりません。神回避。あ、やっぱ今のいいな。よし、オッケー。おい、眠るか9当てるかどっちかだぞ、ボンバーメン。ああ、もう一回やってるよ。よし、いいよ、やって。もしウソップお前、何やってんだ。痛い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 。それ買わせないよな、買わせる人材いんのか。うますぎー即死。よっ、こんなずらしとかしてるから。ずらしをしていたようでしてなかったんだけど今。おやすみー。いやー、でもこういうのになるな、しゃね。え、なんで今後拒否性能の方がどうしようかな。
個人的には取れない取れ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 なもんでナーイスつかみかな。ういおやすみー刺さってたから足長いなプリン。なった回答プリンちゃんが奪ったのはあなたの心です。はい、あああなたの心です、イニエスタ。ということでツイッターでブチバズりした動画10連発でした。そしてお待たせしました、ここでついに眠るの後すきを消す方法です。状況は限られますがかなりリスクが減るんで、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。チャロさん8行ぐらいニュースタンプをして、8行になるぐらいニュースタンプ、チャロさんでも再生さんでもいいわ、誰でも香川さんとかでもいいんだけど、8行ぐらいニュースタンプをしてみて1回、 そしたら気づくかもしれん。8行になるぐらい、おやすみーしゃー。いや8個じゃない、8行、全然足りてない、全然足りてない。あいやダンス、よし、上にバンされないか心配。いや俺が運営だからちょっと待って、ちょっと1個だけそのコメント気になるわ。だって俺運営俺あれ俺ってなんか陰に運営さんいるみたいに思われてんの、もしかして。大きくなったの俺も、それいいね、陰に運営さんいます、その通りです。大きくなったの俺も、はい、これ以上押せないんだ。あ、そうなんだ、いざやったらよく分かったね。いらんこんな一件いらん、はっ帰れます、おやすみー。油断さしといての親しみやすさが売りか、俺も親しみやすさが売り、油断さして眠る、おやすみなさい。いかがでしょうか、復帰阻止に来られるのは怖いですが、意外と阻止されないかなっていう風な所感で、全然廃棄は別の試合でも決まったっていう風な証拠になって、この時はこのおかげでね、リスポーン後のお仕置きもなくなりました。まあなのでステージのちょい端寄りなところから空車が指導で当たった時に、まあ引き出しの一つで端に持ってってそのまま眠って落ちていくっていうのは一つの手段かなっていう風に思います。まあ眠るってパーセント 50% ぐらい稼げるんで、とんでもないスティーブ以上の火力稼げますよね、プリンちゃん。まあそんな感じでしたら、これからもね、おもろい情報を出していきたいと思うので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは最後にこの方で締めてみましょう、どうぞ。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。